はい、アメーシャワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、ダッジチャレンジャーの最強モデルレッドアイ限定の購入ガイドになります。で、今回ですね、取材にご協力いただいたのは、以前 RT の購入ガイドでもご協力いただいた UG アーバンガレージで、UG アーバンガレージのセールスの、稲継さんに解説していただきます。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。まずですね、今こちらヘルキャットじゃないですね、レッドアイが3台並んでるんですが、今アーバンガレージさんレッドアイだけで国内に5台在庫があるっていうふうにお伺いしてたんですが、ちょっと1台ずつ教えてください。まず奥の方から。はい、こちらが19年モデルですね。2019年モデル。そうです。中古車になるんですよね。中古車、はい、2019年モデルのレッドアイのこちらはワイドボディの中古車。はい、でこの2019年モデルなんですが、現在の車両本体価格おいくらでしょう。1100後半ぐらいですね。1200万弱。そうです。でこれレッドアイのワイドボディとしては、この1200万弱っていう金額は平均的なものなんですか。いや、今のレートから考えるとかなり安くはなってると思います。安い、はい、今からアメリカにオーダーするとこの金額より高くなる。そうですね、プラス50万ぐらいはなってくるんじゃないかと思います。でこの2019年モデルブラックのレッドアイ、こちらの車両で何か、セールスポイントもしくは変わったところがあれば教えてください。そうですね、レッドアイ、ヘルキャットもそうなんですけども、ブレンボーがもともと赤色なんですね。でこちらの車両は黒のオプションが入っていますんで、その辺はちょっと好みはあるとは思うんですが、オプションでプラスアルファって形ですね。これキャリパー黒なのがオプションなんですね。そうですね、元は赤色ですね。レッドが標準、これスキャットパックとかと逆になるわけですね。そうですね、スキャットパックは逆ですね。でこちらはもともとアーバンガレージさんが輸入した車両なんです。はい、そうです。でまたお店に戻ってきた車両。そうですね。あ、いや違います。アメリカから中古車で入ってきた車です、はい、あ、最初から中古車で入ってきた車両ですね。ですじゃあまだ国内未登録。そうですね。でこれがまず中古車で1200万弱。はい、でこちら2代目、こちら2021年モデル、新車になりますかね。そうですね、こちらは新車になります。新車のレッドアイのブラックのワイドボディ、こちらのお値段は、1400今後半ぐらいですね。1500万弱、1480万とかその辺ですかね、はい。でこれは新車のレッドアイのワイドボディの、基準となるような金額なんですかね。少し高めではあると思います。ちょっとオプションが入ってますんで。オプションはどちらになりますでしょう。サンルーフですね。まずレッドアイとかってもう最初からフル装備みたいなイメージなんですが、サンルーフはオプションなわけですね。そうですね、はい。でオプション、サンルーフの他に何かありますか。そうですね、サンルーフ以外で言うと、よいしょ、はい、はい、ハーマンカードですね。こちらのオーディオ、はい、これもオプションなわけですね。そうです。でこれは標準では違うわけですね。元標準はアルパインが入ってますね。ははアルパインが標準だったんですね。そうです。はい、じゃあこちらオーディオで、シートなんですが、シートレッドアイなんかも最初からアルカンターラも使ったいいシートのイメージなんですが、シートもやっぱ何タイプかあるんですかね。そうですね、確認できるだけで3タイプぐらい、はい。これはレザーが多いですね。とかフルレザーですか。これはフルレザータイプですね。フルレザーは標準なんですか。いや、ベースはコンビですね。アルカンターラ、アルカンターラとレザーのコンビが標準で、はい、このフルレザーもやっぱオプション扱い。そうですね、はい、はい。でハーマンカードのオーディオなんですが、単純に
キャビンのスピーカーだけじゃないんですよね。はい、こちら今これトランクなんですが、これこのウーファーボックス最初からというか、これメーカーオプションになるんですね。そうです、ハーマンカードの中のスピーカーとあとこちらのウーファーがまあセットになってます。あ、これオプションでこんなんがつくで、しかもちゃんと隠してあるんですね。でこのフロアの下に、タイヤの、コンプレッサーですかね、はい、とバッテリー、でこれインストールされてて、こちらハーマンカードン、あ、これ結構オプション高そうですね。そうですね、結構いい音がなりますよね。なるほど、はいはいはい。でこちらブレーキキャリパー、この21年モデルはレッドですが、これは標準なわけですね。そうですね。でタイヤサイズは305の 35ZR20、19 も20も21も変わらないと思うんですが、はい、これホイールのデザイン違いますね。そうですね、21年から少しここのサイズが変わったということと、リム幅が大きく見えるんで、結構ワイドには見えると思うんですが、なんかディスクのデザインとリムのデザイン少しやっぱ違うんですね。そうですね、21年から変わりましたね。ちょっと19年と比べてみます。はい、でこちら19年、もう明らかにデザイン違いますね。でさっき気づかなかったんですが、これキャリパーにブレンボって入ってますが、21年モデル確か違いましたね。はい、21年から SRT っていう文字に。じゃあちょっと向こうを見てみます。はい、でこちら21年モデル、大きく SRT ブレンボっていうのがちっちゃくい、ロゴに変更されてますね。でこのキャリパーは2021年モデルから。そうですね、21年からです。キャリパー自体の容量は一緒なわけですね。はい、はいはい、2021年モデル、ホイールあとキャリパーのデザインが変わったということなんですが、あとそれ以外には何かありますか？エンブレムですね。ヘルキャット、まあ、このレッドアイのエンブレム、基本的にヘルキャットのエンブレムと一緒で目が赤になってるのは一緒ですけど、なんかクロームですね、シルバー。そうですね、ちょっと立体的になった感じですね。ちょっと大きめになってますね。でこれシルバーなんですが、ちょっと前のモデル見てみます。はい、でこちら2020年モデルなんですが、これ黒ですね。黒というか、はい、まあ、ガンメタというか、はい、19、20はこの色なわけですね。いや、シルバーもあったように記憶してます。でもなんか確かにこのサイズというか薄くて、21年モデルの方がちょっと立体的で大きくはなってますね。そうですね。で存在感、このエンブレムの存在感は21年モデルが上がってますね。はいはいはい、であとは、はい、こちらですね。こちらです、シートのメモリー機能ですね。あれ、これレッドアイも19、20はこのシートメモリーついてないんですよ。ないんですね。あ、じゃあ21年でようやくついたわけですね。そうです、そうです。これあのレッドアイ以外のスキャットパックとかもこうなんですか？ね、そうです、 RT もそうですね。RT も20年まではついてなかったわけです。あ、これようやっとついたんですね、これが、はい、まさか。へえ、はいはい。で3代目、こちら2020年モデルで、さっきの19年と21年はブラックでした。これ色も違いますね。この色ガンメタっぽいグレー、何でしたっけ？グラナイト。グラナイトですね、はい、でちょっと話は飛ぶんですが、ヘルキャットとかレッドアイ、すごく黒のボディカラーが日本多いんですが、他にも色はありますよね。あります。で例えば白とか赤も普通にあるんですよね。ありますね。でただ日本にあまり入ってきてないだけですね、はい、でちなみに色によって値段の違いってあるんです？ほとんどないです。カラーはアメリカやカナダで仕入れるときにはあまり値段には関係ない。はい、そうですね。はいはい、でこの2020年モデル、こちら新車ですか中古車ですか？新車ですね。2020年モデルの新車 でこちらのお値段は、これが1300後半ぐらいにはなりますね。でさっきの2021年モデルと100万円ぐらいの違いっていうことですかね。でこちらなんかオプションとかはありますでしょうか？そうですね、こちらのオプションでいうと、まあ、このホイールのデザイン
あ、これまたさっきの19年21年とホイールまたデザイン違いますね。はい、これはもう0円オプションで先ほど見ていただいたやつと、はい、このタイプとあの両方選べるようですね。0円オプションってことはその優勝じゃなくてどっちでもいいよっていうところですね。じゃあ、はい、あのさっきの21年モデルと同じホイールも選べるっていう。いや、あれは21年からです。19年。そうです、19年と20年が同じように。でもこのホイールはあまり見ないですね。はい、でキャリパーは普通に赤。そうですね。はいはい、じゃあホイール以外のオプションを教えてください。そうですね、こちらはちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、あのルーフですね、艶消しのフラッグ。そうですね、これもオプションですね。これ TA パッケージとかの艶消しブラックとはまた違うんですか。そうですね、あの設定はこのやルーフ、あとボンネット、トランク、はい、これを黒くするっていうのはもともとオプションであります。ただ TA パッケージはその3つが全部揃ってるっていうので、セットなのが TA なんですね。そうです、で少し値段が下がっている状態ですね。じゃあこれはトップルーフが艶消しブラックですが、はい、選ぼうと思えばこのボンネットだったりとかトランクも艶消しが選べるっていう。選べるんですけども、割り当て車両なんで僕らは選べないんですよ。あーはーはー、はいはい、それをやってる車を見つけるしかない。その通りですね。はい、であとこのトランクスポイラーですかね。そうですね、こちらがトランクスポイラー。これちょっと大きいですよね。そうです、大きいですね。少しこう入って、かつここがワイドが広くなってます。これがオプションのスポイラー。はい、はい、そうです。でさっきの21年モデル、これがノーマルの標準のスポイラーですか。これが標準ですね、まあ、ここまで入ってないっていうのと、このワイドのところ、標準よりやっぱオプションの方が少し大型になるわけですね。そう、まあ、あのオプションの方が好まれる方が多いかもしれないです。これあの向こうの19年モデルもじゃあオプションのトランクスポイラーっていうことですね。ただこのオプションのスポイラーを選んでいただいた時には、はい、こちらこのバッジはつかないんです。あれ、この SRT のレッドアイのバッジ、はい、これは、このスポイラーについてるわけです。そうです、セットでわけです、ね、標準だと2020年もで、ん、あ19年もです。19年も、はい、ただスポイラーがこっちに出てくるんで、はい、つけれないんですね。あ、これは逆に純正でないとこのバッジがつかないわけですね。そうですね。あ、純正というか標準のスポイラーでないと。じゃああのオプションをつけることによってこのバッジはなくなっちゃうわけですね。そうです、失っちゃいますね、これは。あ、そうか、形状が違うからもうそれはどうしようもないですね。そうです、下向いちゃいますね。あーはーはー、はい、はい、で今日今ここ3台は全部ワイドボディですが、レッドアイもナローボディ、標準ボディありますよね。ありますね。今アーバンさんに標準ボディの在庫ってのあるんですか。そうですね、1台だけ今あるんですが、ちょっとコーティングの方に、あ、ボディコーティングの方に、はい、でこのワイドボディ、まあ、一番の違い、このオーバーフェンダーとタイヤのサイズ、ワイドボディは305ですけど、ナローボディ、標準ボディは275でしたっけ。そうですね。で、まあ、その違い、ビジュアル的な違いがあるんですが、エンジンとかミッションとか足回り、基本的な機関系は一緒ですよね。全く同じです。で、値段なんですが、このワイドボディと標準ボディでどのぐらい金額差があるんでしょう。ちょっとまあオプションとかその当時のそのレートとかにもよるんですけども、はい、大体250万ぐらいの違いは出るかなと思います。で当然ワイドボディの方が高いと思うんですが、日本に入ってきてるレッドアイ、やっぱワイドボディの比率が多いんですが、ワイドボディとナローボディでなんかそれぞれのセールスポイントみたいなありますかね。そうですね、あの、まあ、圧倒的にワイドボディやっぱり人気があるんですが、はい、迫力ありますからね、はい、例えば大阪市内であったりとか、はい、まあ、コインパーキング、はい、で特にあのフラップ式のタイプですね、はい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 、下から出てくるあれにはワイドボディちょっと難しいんですね。入らない、入らないです。まあ、あと立体駐車場も危ないですよね。そうですね、特にパレット式のタイプだとはもうほぼほぼ無理なんで、ワイドだとしんどいですね。じゃあ駐車場の関係でワイドいいけどちょっとワイドは、そうですね、そういうお客様の声も多くあります。あ、やっぱそういう需要はあるわけですね。あります、はい、
で200から250万円、うん、そうですね。まあオーバーフェンダーはともかくとしてタイヤサイズが投資で全然違いますからね。はいはい、で最後こちらですね、レッドアイの、まあ、購入ガイドっていうことで、現在のですね、まあ、一番安いのは19年モデルの標準ボディの中古車になると思うんですが、で、はい、一番高いのは2021年モデルの新車ワイドボディになると思うんですが、だいたい金額的な目安ってどのぐらいを見ておいたらいいでしょう。そうですね、まあ今のレートだと新車ではやっぱり1400半ばから、1450万円ぐらいから、そうからですね、ワイドボディで、標準ボディだと200万円ぐらい安い、うん、そうですね、200から250ぐらい安くはあると思います。で新車で1250から1500ぐらいの感じ。そうですね。中古車だと、中古車だと、ただ中古車があんまり出てこないんですよね、正直言うと。これもかなり珍しい車なんで。アメリカでも出てこない。出てこないです。国内のオークションでレッドアイが出たって僕知らないんですけど。いや、ないです、一回も。あ、やっぱ出てないですね。ないです、ないです。中古車、19年モデルの中古車、まあ数も少ないけど、まあ普通に購入可能な状態のいいやつでどのぐらいになるでしょう。そうですね、1200そこそこ。あ、じゃあ、あの19年の1200弱ってのは相当安いっていうことですね。安いと思います。はい。で、ただ新車と中古車で年式も違って実際200万円ぐらいしか変わらないっていうことになると、はい、やっぱこの辺の金額の車両を買われる方ってやっぱ結構新車に行きそうですね。いやー、ほとんどの方新車ですね。ああ、はい。で、今日レッドアイの購入ガイドなんですが、ユーザーさんの中にはレッドアイ、普通のヘルキャット、まあ、あるいは中古しかないんですけど、デーモンみたいに、まあ、どれと選ばずに探してらっしゃる方もいると思うんですが、はい、実際、まあ、普通のヘルキャットとかも需要あるもんなんですかね。そうですね、ヘルキャットは、まあ、2021年で、まあ、レッドアイと入れ替わってくるような形になったんで、はい、アメリカでほとんどないですね、ヘルキャットは。あ、じゃあ新車でヘルキャット探すのは大変な。かなり大変です。中古車はまあ出てくる。そうですね、まだあるんですけど、まあ状態はどうなのかなって感じですよね。価格差を考えたらもうレッドアイ行っちゃった方がいいぐらい。アメリカ人もほとんどそうなってます。あとちょっと最近デーモンの中古車がちょこちょこ出てきたみたいな話を聞いてるんですが、デーモン自体今手に入るもんなんですか。手に入ります。中古車ですよね。いやいや、18年の新車が。新車あるんですか。ありますね、2台ありましたね。それどれぐらいになるんですか。1800前後じゃないかなとは思うんですが。じゃあそのこのレッドアイのワイドボディよりもやっぱり400万円ぐらいは高いわけですね。そうですね。デーモン、まあ、デーモンだとまあ年式はちょっと古くなっちゃうんですが、デーモンってどうでしょう。そうですね、よくお客様からも聞かれるんですが、まあ当社では取り扱いはほぼしないのかなと。その理由は。そうですね、まあ一番大きな理由はやっぱりここまでのハイパフォーマンスカーですから、はい、まあ走って曲がって止まる、はい、まあもちろんなんですが、はい、やはり一番大きなところはフロントブレーキキャリパー、はい、これはスキャットパックは標準で6ポートのブレンボを使っていますけど、レモンはレッドアイとかスキャットパック、今のやつは。そうですね、フォーポッドなんですよね。でもフォーポッドなんですよ。そうなんですよ。で僕も本当だと思っていろいろ調べたんですけど、はい、どうもそうみたいなんですよね。あ、じゃあブレーキに関してはレッドアイの方がいいわけですね。そうです。だからパフォーマンスで一通りこう全部をまとめるとレッドアイの方がやっぱり安全なのかなという感じはしますんで。はいはい。でこちらレッドアイのエンジンに関して言うと19、20、21で基本的には同じですよね。そうです、同じですね。787馬力でしたっけ。はい、そうですね。で、巣のヘルキャットが717馬力ぐらいですね、はい、で60馬力そうですね、違うわけですね、はい、でデーモンは800馬力超えてますが、はい、
デーモンとこのレッドアイのエンジンの違いっていうのはどの辺なんでしょう。一応向こうからのアナウンスはもうほぼ同じものだとは聞いています。あ、基本的には一緒。そうですね、デーモンもまあ、ちょっと特殊なガソリンを入れると800馬力オーバーになるっていうことなんで。ああ、はい、よくある何億単価のガソリン、ガスを使ったらこれですよっていう意味ですね、はい、実際問題としてデーモンとレッドアイはほとんどパフォーマンス的、エンジン的には出力的には変わらないっていうことですね。はい、そうですね。まあ、もともとデーモンの市販バージョンカタログモデルがレッドアイっていうような話もありましたし、はい、じゃあまあデーモンを選ぶ場合にはまあ希少性っていうところですかね。そうですね、それは間違いないと思います。はい、なるほど。はい、それではですね、最後にレッドアイ、ヘルキャット、デーモンなんかの、まあ、チャレンジャーの下級機付きモデル購入を検討されているアメ車ファンの方に何かアドバイスがあればお願いします。はい、まあ、レッドアイに関しては、まあ、はい、現地、ディーラーさんの割り当て車両になりますんで、はい、ファクトリーオーダーで、オプションをこれをつけたい、これが難しいんですね。はい、で、日本からこうこうこういう色でこういう仕様でというのは基本的にはもう難しい。難しいです、はい、ですから、まあ、現地ディーラーさんで、今現在入庫する、もしくはこの先いついつに入庫されてくるっていうのを常に探している状態。もうすでに現地のディーラーに卸された車両の中から選ぶしかないっていうことですね。そうですね、ですからオプションが例えばサンルーフが欲しい、まあ、あるない、はい、そういう細かい、オプションの設定っていうのをこちらで任意することはもうほぼ不可能なんですね。ああ、でもあるものの中から選ぶっていうことですね。そうなりますね。はい、でアーバンさんに限らず直輸入車の場合エンドル為替相場が結構仕入れの値段に影響すると思うんですが、はい、今109円ぐらいでしたっけ。そうですね、今現在109円で、この21年に関しては、はい、108円ぐらいで仕入れてる、ね、そうですね。で、まあ、今コロナ禍で特殊な世情っていうのもありますけど、まあ、この先オリンピックあるなしがあったりとか、おそらく急激に円高になるような可能性って低いと思うんですが。そうですね、かなり低いと思います。でざっくり例えば為替相場が108円が109円、100円が110円で1円変わると、このぐらいの設定、価格設定の組合、どのぐらい金額変わってくるんですか。車体金額で言えばやっぱり50万円ぐらいは違ってくると思うんですよね、為替相場1円で。そうですね、というのは、まあ、ディーラーさんも値段を上げ下げしてくるんで、はい、ちょっと一概には言えないんですけども、およそそれぐらいは変わってくるんじゃないかなと思います。じゃあ、まあ、この先待ったからといって、その現在のこのレッドアイの車両本体価格が、まあ、今よりも大きく下がるような可能性というのは低いわけですね。そうですね、よく、まあ、リセールがとかお客様言ってくるんですけども、はい、この下にヘルキャットがやっぱりいてるんで、はい、そこでもずっとビルドアップというか下を支えてくれている状態。逆にヘルキャットの方が今価値が、価格が上がってきているようなところありますよね。そうですね、ですからそのおのずとこうレッドアイも上に上がってくるっていう構図はもうずっと続いてますから、まあ、今のその中古車と新車の価格差を見てもこの先どんどん中古車が安くなっていく可能性も低そうですし。いや、それなかなかないと思いますよ。まあ、待ったからといって安くはならない。それはないと思いますね。まあ、またさらにそのすぐにオーダーを入れたからって言って仕入れられるものでもないしっていうところですね。そうですね、運ですね、本当そこら辺は、うん、はい、はい、本日はですね、大阪ユージアーバンガレージさんでダーチチャレンジャーレッドアイ、まあ、かなり、ニチラとこの購入ガイドを取材させていただいたんですが、まあ、まとめると基本的にはもうこの価値が大きく下がることはないと。で、また数もやっぱある程度限定されてるんで、まあ、レッドアイに限らずヘルキャット、レッドアイ、デーモン、この辺の購入を検討されている方はもう今あるものの中から選ぶのが一番、まあ、そんな感じの結論になると思います。はい。